里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ、ということで、はい、今ご飯食べてたら、はい、トレードの情報がね入ってきましたね、はい、今季最初のトレードになります。そうっす。他の球団は ありましたね。あったはい、って中でね、DeNA 国吉とロッテ有吉が、どちらも勇気。そうなんですよ。ちょっと改めてね、あ、国吉勇気と有吉勇気かっていう、トレードが発表されましたけども、はい、先ほどね、はい、まあ、今度こう出すんですけど、はい、各全球団の各チームの、これまで交流戦終わった課題と今後の戦い方っていうのを動画撮っててね、はい、で、ロッテ撮ったばっかりだったんですよね。そうなんですよね。で、そこで、ね、ロッテがやっぱ今後やっぱ課題は、ちょっと投手陣がちょっと不安やと、はい、でそれでやっぱ大事なのは、チームが勝つためのやっぱ3か条、ちょっと教えてあげてください。 FA トレード外国人、が、はい、今のロッテには必要やって、ギュッてたばっかり、はい、取ったばっかりで、ね、まあ、それはね、もっと詳しく知りたい方は、はい、数日後ね、はい、もう出るんで、見てほしいんですけども、そしたら、はい、トレード。本当ですね。知ってたんかっていうぐらいのタイミング。でも先発が欲しいって言ってたじゃないですか。でもリリーフも、はい、これで、ね、国吉リリーフじゃないですか、はい、ひょっとしたらよ、カラカーが思わしくない可能性もあるですよね、ひょっとしたらよ、はい、でもしくはやっぱりね、その最後も小野文は打たれたりとか、まあ、佐々木千也はいるけども、ちょっと中継ぎもハーマン怪我して薄すぎると、しかもよ、これなんで国吉が知ってる、俺多分これはね分かんないよ、はい、俺ロッテから持ちかけたトレードちゃうかと思ってるね。へえ、はい、沢村の2回目の当たり狙ってんちゃうかっていう、ああ沢村と要は球が速いけどちょっとコントロール暴れる、はい、でもパワーピッチでそこから落としていく、はい、もうサーブラーの2匹目の土壌を狙ってんちゃうかっていう。だって沢村投手ね、移籍してからすっごい伸びましたしね。そうそう、だからその国吉も沢村と同じタイプだから、それを取って、はい、っていうのがちょっと浮かぶね。へえ、なるほど、そういうところで、だから俺は DeNA からっていうよりもロッテから持ちかけた話なんじゃないのかなと、はい、と同時にちょっとカラカー心配やなっていうところもありますけども、まあね、だからもし沢村と同じようにいけばパワーピッチで、あんまりどんどん投げて、っていうところでね、はい、そのやっぱりピッチャー陣のね、特にリリーフはこう人も抜けたり怪我人もいる中でね、改善していかなきゃいけない中で、はい、まあいいトレードじゃないのかなっていう、ね、はい、リリーフ同士のトレードですよね、有吉ね、はい、でも有吉は先発もしたことあるのよ。ああ、で今今年は、はい、ファームで8試合投げて、でイニング数が 31回なんで、はい、でそう考えると、まあ、1登板4イニング、はい、4イニング、だから先発かな、で3勝2敗なんだよね、はい、なるほど、6回先発、6回先発、あ、そうなんだ、だから、はい、まあ、リリーフもできるんだけど、じゃあ先発要員として DeNA に行くっていう可能性は10万、で2017年ね、53試合投げて16ホールド達成してるんだけども、はい、まあ、5年目の今季は1軍登板なかったと、で、まあ、国吉は今季18試合登板して1勝1敗、はい、防御率 5.16 と、で、まあ、有吉はね、千葉東金だから、そうですね、っていうところでね、まあ、あるけども、まあ、このトレードになって、で、この国吉がね、はい、交流戦のロッテ戦打たれてるのよ、へえ、ロッテに、はい、ボスから、で指定してるのね、はい、だから交流戦抑えられたから、いいからっていうんじゃなくて打ち込んでロッテです、またなんかちょっと珍しい感じもしますけどねそう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 、だからまあ DeNA は、まあ三島、で山崎康明、はい、でエスコバー、とか砂田、とか、はい、まあ後ろ、石田とか、で賄えるから、まあ国吉でもロングリリーフもできるからね、まあ、結構重宝してたと思うけども、はい、やっぱ先発が欲しいっていうところなのかながあるんでしょうね。もうその思惑としては、リリーフはなんとかいる選手で賄えるけど、ちょっと先発が足りないっていうところが、はい、その今回の、つながったのかなっていうね、まあ、そうですね、お互いちょっと足りないと思ってるところを埋め合う形じゃないと、そう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 そ
今から取るんだけどね。そう、今から取ろうと思ったところでね。そうそう、話は重複しちゃうんだけども、はい、DeNA はね、まあ、防御率が 4.71 と、はい、で先発陣が 5.15 と、うん、ワーストなのね、はい、だからやっぱそこを改善したいっていうね、うん、まあでも今永もね、怪我から復帰してよかった、はい、で浜口完封してきた、うん、そこにピープルズで京山ね、ちょっとやらかして、あと坂本とか、うん、はい、まあいいおーっていうのも見せるけど安定感かけるところで、あともう1枚増やしたりっていうところで、うん、有吉なのかな、うん、なるほど。だからまあでも、うん、トレードは、はい、言ってあげてよ。トレードは何、トレードはポジティブなんですよ。そうよ、ポジティブなのよ、はい、こんな幸せなことないのよ。だって有吉もよ、うん、今のロッテで、うん、ピッチャー陣苦しいって言ってるのにずっと2軍でいるわけよ、うん、はい、でもう30歳、うん、でチャンスなかったらクビになっちゃうじゃん。そうですね、で DeNA が欲しいって言われて、うん、行って、もしね DeNA で先発の機会もしくはリリーフ機会あって、うん、結果残して1軍に行ったら、うん、ハッピーじゃん。そうですよね、トレード先ですごい活躍する選手って多いですからね。そうそう、で国吉もね、うん、今の DeNA だとやっぱりその勝ちゲームとかいいところで入ってないよね、うん、はい、去年の沢村だって一時3軍にいたもんね。本当ですよね。でそれが来て今沢村メジャー、メジャーアメリカまで行っちゃいましたからね。もうだってロッテドリームよ、うん、ロッテドリーム、すごい、ロッテドリームからのアメリカンドリームから、うん、だからやっぱ空港に近いところに来たら行くんちゃう。やっぱりだってそうかもしれないですね。やっぱり読売ランドだったら山のね、うん、上だから、はい、ちょっと飛行機は見えるけどね、うん、空港まで遠いじゃん、はい、でそれでね、うん、千葉に来て、はい、成田空港ね、成田空港近くなるから、うん、でもう飛んじゃってね、はい、国吉も、うん、羽田近かったけど、うん、羽田国際線そう、まあ、飛んでるけどね、まあ、やっぱ成田の方がね、はい、いっぱいあるから、そう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 、うん、だからね、うん、ひょっとしたらあるかもしれないですね、うん、でもまあこれ、うん、いいトレードだと思うね。うん、まあ、そうですか。やっぱ有吉も、うん、まあねちょっとこうバーンになってるところでこう、うん、変えてね、はい、でしかもやっぱロッテは去年の沢村の成功例もあるから、うん、そういった意味でも有吉も球の力は速いから、はい、真ん中投げといて落としてていったらね、うん、その球速で抑えれるっていうね力もあるから、はい、そういった面ではひょっとしたらもう一回輝きをね、うん、取り戻せるチャンスっていうところもあるし、はい、有吉はねやっぱロッテ出番なかったから、うん、今ね2回とも有吉って、ね、言ってましたね。そうなの、あ国吉もうどっちも勇気でなんとか吉だからね。そうそうそう、迷っちゃうよね。あれ今の国吉じゃなかったかなとか。あ今のはね国吉。そうですよね、うん、これね撮って出したからね編集しないからそのまま流れます。そうですね、皆さんこう、うん、ちゃんとね理解しながらね。そう国吉がね、はい、ストレートも力あるし、はい、もう一回言い直すけどもね、はい、これも言い直すやつも流れます、はい、ほぼノー編集で出します、はい、でもまあ、うん、いい今回本当タイミング的にも良かったんじゃない、うん、そうですね、うん、お互いコメント出してますけど、うん、ちょっと紹介します、うん、国吉投手がですねこの度千葉ロッテマリーンズに移籍することになりました、うん、育成で入団して様々な経験をさせていただき感謝の気持ちです、うん、突然のことで正直寂しい気持ちとまだ実感が湧いてこないですと。リーグは違いますが野球をすることに関しては変わらないので移籍してもしっかり自分らしいパフォーマンスを発揮できるように頑張ります。同じ関東のチームなので試合を見に来ていただけると嬉しいです、うん、12年間お世話になりましたと、うん、そして有吉投手の方、うん、プロ野球選手として地元千葉でプレーすることができて本当に良かったです。マリンの応援は本当にすごくていつもファンの皆様の応援に助けられていました。一番の思い出は去年の7月7日に2018年以来の勝ち投手になったことです、うん、強い風の日でした。ただあの試合無観客だったのでもう一度ファンの皆様の前で勝ちたかったことですと。マリンズファンの皆様熱い応援ありがとうございました。横浜では求められる役割をしっかり全うしチームの勝利に貢献できるように精一杯頑張りたいと思います。まあ一番でも両者で頑張ってほしいよね。うん、本当そうです。そうそうそう、やっぱりね、うん、野球のところでやっても野球だからね、うん、まあ、そういった意味でも ね、そうですね、国吉勇気も、うん、有吉勇気、うん、ね、新天地でぜひ頑張ってね。だからファンの皆さんもね、はい、引き続き応援してあげてほしいですね。そうですね、はい、はい、ということで緊急トレードのご報告でした。はい。